ポンセ対談。日本ハムポンセが電撃対談へ、条件面で折り合わず交渉決裂。ポンセって確か偶星だったよな。別にいなくなっても困らんだろ。単年ボークくらいくれると思ったんじゃね。まああえていらんよな。史上最低の能能投手として名前残すだけ。まさかの山崎獲得で盛り上がってたらこれ呪われてんな。国内他球団に行く可能性あるんかな。ハムからしたらマイナス要素やね。元が高いにしても現状維持か少し上積みくらいは出しているやろ。 1.5、 2倍要求されたんか。加藤残るし幸ヤクルからというのもあるんだろうか。山川待機してたらポンセで草。巨人のブリンソンも対談だってな。アリエウをよそに取られてしまわないか不安なんだが、山崎取ったとこでポンセ失ってたら何の上積みにもなってないやん。プラマイゼロや。ドル以外で払うなんて事案の？年俸2億で複数年契約とか要求したのかね。2年で24試合7勝10敗135投球回防御率 3.47 完投したのはノーノーした時だけ。これでどんな条件出したのだろう。テモニック、マルティネスよりはマシだ。ノーノーのせいで評価高いだけで切っても問題ないレベルやったよな。今季は調整遅れてシーズン入る準備できてなさそうなのに無理言って投げさせてけが、離脱だからな。ご視聴ありがとうございました。